Mali, West Africa, lives a tribal people called the Dagan. The Dagan are believed to be Egyptian descent, and their astronomical lore goes back thousands of years to 3200 BC. According to their traditions, the star Sirius has a companion star which is invisible to the human eye. This companion star has a 50-year elliptical orbit around the visible Sirius and is extremely heavy. It also rotates on its axis. But how come did the Dagan know this fact? The Dagan are very strange people, aren't they?世界で最も謎めいた民族、それがマリのドゴン族です。皆さんをドゴン族の本拠地キンブクツへ案内します。左上に見えるのがブロークンアロー山です。そしてこの中心に見えてきたのがキンブクツです。このキンブクツからナスカに後で線を引いてみます。金伏津の町です。金伏津の町ですが、この金伏津にはですね、天文学に関する書類が数百万枚残っていると言われています。その一部を紹介します。こうした書類がですね、数百万枚残っていますが、まあ1900年以前の人間が知る由もなかった天文学的知識がこれらの書類の中に書かれていたというのです。マリのドゴン族というのはそういう民族ということになります。広し林浜松市、ジャパン。その金伏津の中心地と思われる地点からナスカに向かってラインを引いてみます。今ご覧いただいているラインがそのラインです。そしてナスカ高原です。右端に見えるラインが金伏津から引いてきたラインです。このラインはナスカ高原の中でもグランドクロスと呼ばれる最も目立つラインの横軸と正確に重なります。注意深くご覧ください。もう一度やってみます。この金伏津からのラインはナスカのグランドクロースの横軸と正確に重なります。なお縦軸は言うまでもなく USA のエリア51からのラインと正確に重なります。つまり私のナスカ理論によれば、金伏津という拠点は古代エイリアにとっては大変重要な拠点だったということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。
Here, I show you its proof and evidence why I call it Jomon civilization, though Japanese archaeologists never accepted to call it Jomon civilization. It is Jomon civilization because it is so. 日本の考古学者はそれが縄文文明であるとは決して認めませんが、私林浩司はそれをあえて縄文文明と呼びます。ここにその証拠と証明をお見せします。浩司林、ハママステリージャパン。Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the Egyptian gods in ancient times. Egyptian gods who came from Sirius, and it's my pleasure that I can show you the fact with evidence. Cynthia Isis Anderson writes as follows. As the bright star of Isis shone briefly before mingling her light with her divine grandfather Ra, the god of the sun,Great joy and reverence spread throughout Egypt, for the arrival of the Nile star meant salvation and life for all in the land. 古代エジプトの最高神といえばイシスということになります。その夫がオシリス。オシリスは兄弟の裏切りにより殺されます。で、その息子のホルスが仇を取ります。イシスとオシリスの大恋愛叙事物語はこうして生まれますが、ラーの目、あるいはホルスの目とも言われています。あのシンボルマークの目の下の線は、イシスの涙が流れる様子を表現したものと言われています。で、ホルスですが、頭が鳥で表現されるので、長頭、つまり鳥頭人間と誤解されやすいですが、まあ実際そうであったかどうかは別としてですね、頭にすっぽりかぶる鳥の頭をしているオーバーロールヘルメットも見つかっています。古代エジプトでは神々はオリオン座のどこかの星から来たということになっていますが、実はシリウスからでした。そのことをこのビデオの中で証拠を添えて証明します。古代エジプトの神々はオリオンからではなくシリウスからだったのです。もっともオリオンとシリウスは言うなれば隣同士、位置的に区別することはできません。それはともかくも、まずシリウスと古代エジプトの神々の名前を比較してみてください。それぞれの神々がシリウスという名前の一部を取ったり、並び替えたりしているのがわかります。私も若い頃、ミノというペンネームを使っていました。生まれ故郷が岐阜県の美濃市だったからです。まあそうしたこだわりがあるわけですね。で、シンシア・イシス・アンダーソンさんの、冒頭の文を訳していましたので、どうかお読みください。
で、昨日、アフリカのドゴン族の謎についてのビデオを作りました。驚くべき謎を秘めていました。ドゴン族はシリウスが三重の、つまり三連星であることを知っていたのみならず、その公転周期も50日と正確に知っていました。さらに太陽系についても、例えば木星には和、寒があること、そしてさらには木星の衛星についても詳しく知っていました。ドゴン族自身も、昔シリウスから来たインストラクター、神がですね、神がですね、そうした事実を教えてくれたと言い伝えています。こうした事実、つまり、シリウスが三連星である、などといったことはですね、人間が近年になって初めて知ったことです。で、そのドゴン族の残したアーティファクトには、明らかにエイリアンと、あるいはエイリアンを思わせるものがあります。で、これが今、皆さんにご覧いただいているのが、そうしたその紋章ということになるわけですね。で、それについて、まあ一部、詳しくはこの続くビデオの中で紹介しますが、ドゴン族とシリウスの不思議な関係という一部分を皆さんに紹介します。で、シリウスは最も、まあ、天空でですね、明るい星であると。で、それが二重星、まあ二連星ですね、正しくは。三連星であることが分かったのは、1920年以後なんですね。三連星と分かったのは極めて近年です。で、ドゴン族はなぜこうした事実を知っていたかということなんですね。で、ドゴン族によれば、インストラクターガーズ、指導教官神っていうんですかね、シリウスから降りてきて、まあ、その知恵を、知識をドゴン族に与えたというのですね。つまり、現代科学が知る前に、ドゴン族はその事実を遥か昔に知っていた。ということなんです。で、それを具体的に示したのはこの図ということになります。まあ、月のように衛星がまた衛星を持っているというふうにしてぐるぐる回っている。左がドゴン族の天空の、まあ、いわゆるシリウスの模式図です。右が現在の科学で分かっているシリウスの模式図ですね。そして50日周期に元に戻るのだそうです。まあ、こうしてですね、ドゴン族の残した文書と、それから現代科学の、まあ、で分かった事実がですね、こうして一致した。すなわち、ドゴン族が迎えたところのそのエイリアンっていうのは、シリウスから来たエイリアンであることには間違いないということを、こういう形で証明されていくわけですね。ありえない偶然。すなわち、そこにはエイリアン、私たちが ET と呼ぶエイリアンの介在があったということになるわけです。で、これがドゴン族が残している、いわゆるまあ、アーティファクトになるんですけども、この右のアーティファクトですね。で、皆さんをカルナック、ナイルへと案内いたします。ここはドゴンです。で、そこから3900キロほど離れたところに、エジプトのナイル川沿いにカルナックがあります。冒頭に挙げました、イシス神の本拠地ですね。で、これがカルナックですけども、古い写真が手に入りました。で、ここの壮大な、まあ、寺院が建っているわけですけども、このカルナックは皆さんご存知の、ツタンカーメンの、まあ、買って住んでいた、寺院ということになります。で、このツタンカーメンについてですね、極めて最近新しい情報が入りましたので、まあそれを簡単に説明いたします。これは、まあ、ツツですね。キングツタンカーメン。で、新しい事実というのはですね、実はツタンカーメンの母親の、まあ、いわゆるその、正体が分かったということですよね。で、それをこれから説明しますが、この、まあ、ミイラが見つかったことにより DNA 鑑定が済んで、そしてその結果として今まで従来の説をひっくり返す説が浮かび上がってきました。なあち、ツタンカーメンのはですね、一組の祖父しか持っていなかったということです。それを簡単に説明しますと、これがアメンホテップ3って言うんですかね。そしてみんなですね、おばあちゃんです。クイーンティアです。そしてアクヘナティン、お父さんが生まれますね。そしてこのお父さんの、まあ、兄弟に6人の姉妹がいるわけです。その中の一人がネフェルティティであり、もう一人、名前わかりませんけど、右のヤングレディというふうに名前付けられている女性がいるわけですね。そのアクヘネテンとヤングレディの間に生まれたのがツタンカーメンであり、そしてネフェルティティとアクヘネテンの間に生まれたのがメリタテンということになるわけです。今まであの、いわゆるその、ツタンカーメンのお母さんは分からなくてですね、人間であったという説が有力でした。で、これがツタンカーメンの6人のおばさんということになるんですね。すなわち、右にいるのがツタンカーメンのお母さん、そして一番左にいるのが、ネフェルティティですね。ツタンカーメンの次の、まあ、妻にもなり、
まあ、メディタ天の母親にもなるというわけです。で、これがツタンカーメンですけども、もう一度その、まあ、そうなってきますと、どれがね、どの人っていうことは分からなくなってくるわけですね。みんな頭が大きいということでですね、今まではメディタ天か、あるいはね、エフェルティティかというふうに、まあ、言われていたんですけども、このように、まあ、ずっと並んで、まあ、ともかくも大切なことは、お父さんのですね、アクヘナ天の兄弟がみんな、姉妹はこういう頭をしていたということですよね。そこが重要なんです。そういうことで、その中の一つの像ですね。まあ、おばかもしれませんし、ひょっとしたら、ネフェルティティかもしれませんし、あるいは、メディタ天かもしれません。その顔とですね、ドゴン族に残っているこのアーティファクトの顔と比較してみてください。全く同じであることに気がつくんですね。で、皆さん自身で、まあ、判断していただきたいんですけども、ここが今日のポイントということになります。で、比較してみますと、まあ、後頭部の方へ頭が長いと。そして耳があると。で、これはですね、後で申し上げますけども、別の謎を解く鍵になりました。で、口、頭がヘラべったくて、そして後ろの方に長いですね。後頭部の方に長いということです。顎のコンセプトも大変よく似ています。すなわち、カーナックで見つかったこの像と、そして、ドゴン族に残っているアーティファクトがこうして一致したということですね。で、結論をもう一度簡単に説明しますと、ここが重要ですから、イシス、オシリス、そしてホルスと、まあ、いるわけですけども、ホルスはこれはオーバーロールヘルメットを被っていた、何か理由があってね、被っていたのだろうと思います。で、この、いわゆるその、アイロブ、ホルスの目がですね、これは涙を流しているイシスを表していると、私はそういうふうに考えます。そしてですね、まあ、もう一度言いますと、イシス、オシリス、そしてホルスの名前をこうして並べています。そして中央に、シリウスを置いて、シリウスという、まあ、スペリングと並べています。スペリングそのものをね、並べて比較するのはちょっと危険なことですけどもね。っていうのは、時代によってスペリングが違っているはずですからね。まあ、ともかくも、シリウスの部分的な一部分を取ってですね、そして文字を並び替えたり、して、この上の三人の神々の名前が決まっていると。まあ、こうして、まあ、これ偶然の一致と言うべきなのか、その、まあ、スレスレのところですけどね、偶然の一致はちょっと言い難いんじゃないかと思います。そして、ドゴン族の話に行きますけども、ドゴン族には、まあ、現在の科学でも、やっと分かったようなことをすでに、ドゴン族は遠い昔に知っていて、そして彼らの神々がね、彼らが言うには、シリウスから来た神によって、まあ、教えられたということなんですね。その証拠の一部が、こうして今紹介されているわけですけども、この表のですね、まあ、こうして、まあ、こうした、文章がですね、ティブクツという町だけでも1万枚以上見つかっているというんですね。左がドゴン族、そして右がですね、現在科学で分かったシリウスの運行の様子を表したものです。で、まあ、こうして比較してますとですね、本当によく似てると言いますか、三連星がですね、回って、まあ、これはもう極めて高度なね、天文観測装置あるもってわかりやすければ、望遠鏡がないとわからないことなんですね。望遠鏡があってもわからないかもしれませんよ。そして、もう一度そこでエジプトに戻りますけども、これツタンカーメンですね。ツタンカーメン家族ですけども、左の上がおじいちゃん、そして右がおばあちゃん、そしてお父さんのアクヘナテンが生まれて、で、お母さんのネフェルティ。これは今度で、その最初のお母さんが、ドライクはヤンガーレイディって書いてます。そのお母さんと、アクエネテの間で生まれたのがツタンカーメンで、で、アクエネテンとネフェリティって間で生まれたのがメディタテンということになります。そしてこの真ん中にいるのがツタンカーメンの像ですけども、そして周りのおばちゃんですね、おばちゃんたちと頭と比べてみますと、大変頭がよく似ていて、そして特にこの右の上の、像ですね。これと、ドゴン族に残っているアーティファクトと、まあ、形が一致したと。すなわち、まあ、簡単に言えば、ドゴン族が言うように、アフリカに降り立った神はですね、シリウスから来たということになるわけです。まあ、こうした証拠がですね、ドゴン族のアーティファクトの中から見つかったということですね。そして、まあ、それでハイブリッド人間か混合種か、それはわかりませんけれども、できた人たちがツタンカーメン家族というふうに考えるのは、ごく自然なことだと思います。そして、このシリウスですね、上がシリウスです。で、そのシリウス、彼らは、すなわち、シリウスから来た ET であるということに、まあ、私は結論付けます。で、もう一つの事実なんですけどもね、じゃあ、今までエジプトでは神々はオリオンから来たということになっていると言われてますね。特にピラミッドの並び方はオリオン座と同じだ、などという説もありますけどもね。じゃあ、オリオンとシリウスの関係ですけど、右上がオリオンで左下がシリウスです。いわゆる、まあ、隣なんですね。ですから、そんなに離れていない。ということになるわけです。そこでちょっと、別の角度からですね、そのオリオンと、それからシリウスの関係と、それからピラミッドと、そのあたり、シリウスのあたり何かあるんじゃないのかなと思って調べてみたんですけども、見た感じ、何もありませんでした。で、右上がピラミッドの位置ですね。そして、まあ一応、オリオンの、
まあ、位置にあると、あるあたりを調べていましたら、このような、まあ、何かしらの工事といいますか、発掘跡といいますか、これは何であるかわかりませんけども、まあ、これ現地行って調べるのが一番いいわけですけどもね、何か、こう、発掘の跡といいますかね、鉱山跡のようなものが、このあたりにあるということです。まあ、イコールこれがですね、オリオンの位置と一致するってわけでもありません。で、もう一度結論を申し上げますと、左が、カルナックで見つかった、まあ、像ですね。そして右がドゴンで見つかったアーティファクトです。で、これが一緒、同じである。ということは、ドゴンの神様たちは、シリウスから来て、そして、まあ、人間が知れない知識を残していったということですね。そして、その、まあ、同じ頭を持った人がですね、カルナックに現れた。そしてがツタンカーメン家族だということになるわけです。それで一つだけこう注意しておきたいんですけど、ここで一つ謎が解けたんですね。これが、まあ、メリタ天下、まあ、その、ワルズも、アクヘナ天の、まあ、姉妹。兄弟ということになるんですけどもね、それと右のですね、パラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨と比べてみますと、やはりちょっと違うんですね、形がね。ですから超等人間も2種類ある。なぜ超等になるかと言いますとですね、賛同の大きさには限りがあるわけです。そして頭をね、どんどん大きくしようと思ったら、まあ超等、長い頭になるしかないわけですね。まあ人間の神経系もやがて長い頭になるだろうと言われています。それはお母さん、母親側にね、賛同に、まあ限界があるもんですから。そしてですね、なぜこの頭が大きくなるかと言いますとですね、脳細胞っていうのは死滅しないんですね。死滅しないことによって、子供の頃の性格、性質をですね、そのまま大人になっても残せるわけです。ですから、脳細胞の数を多くすることが、まあ結局は長生きすればするほど、まあ長寿になればなるほど、脳細胞の数を大きくするために、超等になるしかないわけですね。ですから、超等人間というのは、ある意味で、知的生物の進化系だということにもなるわけです。もちろん賛同が大きくなればいいんですけども、こうしますとまた母親に対する負担が大きくなりますからね。ということで続くビデオをどうかご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Kedcom website. Ancient Kedcom website starts its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language,and is translated as a glowing star or bright star. And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dogon tribe in Africa.According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali on mathematics and astronomy established in Mali Empire. That is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient Kedcom write like this as well.How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような輪、環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブツクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシルスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パーツと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。
精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては、前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を、人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は、紛れもなく知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。まあ、これを見てですね、人間と言うべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、まあ、掘り込まれているエイリアン、まあ、博物館の方では怪物ということになっていますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、まあ、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだものだと考えています。実にまあ、聖地と言いますか、奇妙なブローチ、まあ、大博物館の方では、ブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ台の大きさだから、ブローチと言われているんだと思います。で、まあ、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが二人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロールキー、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると、私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。まあ、それはともかくも、こうして比べてみますと、ここに、まあ、掘り込まれている、まあ、ここにですね、説明ありますけども、10世紀頃、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに掘り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね。まあ、それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO の内部だというのはこじつけなのか、それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターともありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。まあ、その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、ドゴン、の、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ、大変というかよく似ていると。まあ、似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか？長い頭、低い頭、そして、奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。まあ、こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中の、まあ、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。
で、検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明しています。で、もう一度このティンブツクの町、右がティンブツクです。そして左が矢の山、マウントアローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトゥフです。エジプトのエトゥフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトゥフは宇宙へのエイリアンたちの、まあ、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。縦線はポパカティピティ、すなわちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、いわゆる、まあ、ティンブツクのそばを通ってエトゥフに行くということですね。ということで、今日はドゴン族の謎について考えていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is,blind. In the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is blind. The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix. あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです。右目はファルコンの目で、オシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命は、セスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由で、ホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。
事実、フォルス、つまりラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるようにカルツージュ中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるように、エジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広し林、浜祭り、ジャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだ、そんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が
神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ、ダヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に1羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now.